さんの喜びとか、あれ食べれるようになったよっていう、そういう報告聞いて僕も嬉しくなったりっていう動機でやってると幸せにみんながなってくるんですけど、ああ今収入が厳しいよね、なんか売り上げ減っちゃったしっていう、そのないっていうところの視点から物事を考えて取りに行く姿勢でインプラントを勉強したら、多分一時良かったりするかもしれないけど、そこに喜びっていうものが自分自身はまず得られないから満足しない、自分も満足できないし、患者さんも寂しい思いしちゃうしっていうところに多分なってっちゃうんで、そこの 差というか、その違いっていうのを知ってもらうだけでいいんですよね。技術は勝手に覚えるんで、興味持っちゃえば覚えちゃうんで、そこの意識を知ってもらう、意識の違いを知ってもらうだけで十分かなって思います。で、自分の思いを正直にそのままストレートにこう表現して伝えていれば、それに賛同する人はスーッと集まってくるし、僕とは違くていや金だよっていう人は絶対僕から離れてくるんで、自動的に会わないようになってるし、会う人と会うんだよなっていう感じなんで、会った人は全てご縁だなと思うんですね。愛情を持ってこう人と接して、スタッフと接して、僕と触れる人がみんな幸せになっていってくれるような状況っていうのは多分幸せなんで、それでいいじゃんっていうのが今ですね。それでまあクリニックが潰れないで繁栄していけば最高っていう、そんな感じですね。クライアントさんの一人はFacebook で僕を見つけてくれたんですけど、どうしたのってメッセージくれたけどって聞いてみると、なんかお母さんみたいに来たいんですっていう人だったんですよね。だからその人たまたま歯科の先生ではあったんですけど、どっちかというと技術を教えるっていうより、なんか気持ちの持ち方だったりとか、物事の捉え方だったり、意識の向け方とか、解釈の仕方変えるだけで幸せでしょうとか、なんかそんなこと話してる時間の方が長いんですよね。誰かが作った価値観っていうのを一個一個こう取り外していくじゃないですか。取り外していった時に最後に残るのはずっとあるのかな、生産と消費やら、こういう労働と納税とか、こういう誰かが作った価値観ってあるじゃないですか。それ全部取っ払ったら、僕に残ってるのは強い肉体と愛って分かっちゃったんで、その部分ですよね。なくならないですね。湧き出てくるっていうか、もうあるっていうか。